私たちハローハッピーワールドよ。みんな笑顔でいっぱいの試合にしましょうね。ああ、よろしく。スカイスターズの子猫ちゃんたち、空と星、実に素敵なチーム名だね。でしょでしょ、はぐみもすっごい気に入ってるんだ。あとね、このユニフォームもお気に入り。かっこいいよね。余ってたやつだけど、みんな着られてよかった。次のライブはこれを着るのもいいわね。みんな一緒のデザインだから、ちゃんとチームの一員って感じがするね。ですね。ライブ衣装とはまた違ったお揃い感というか。だよね。はぐみも初めてユニフォームもらった時、すっごく嬉しかったな。あ、そうだ。練習始める前にみんなにルール説明しなきゃだよね。ありがとう、はぐみちゃん。すっごく助かるよ。任せて。まずはね、シュパッてボールを投げるんだ。で、カキーンってバットで打つ。あとはシュパカキーン。ははルール説明私がやった方がいいかもですね。簡単なものなら私もわかると思うんで。天は自ら行動しない者に救いの手を差し伸べないとね。うんうん、はぐみだってルールはやりながら覚えたもん。じゃあ最後にみんなのポジション考えなきゃ。今足りないポジションはセンターとライト、セカンドにキャッチャーだね。すごいわ。どれもとっても素敵な名前。ないよね、心。よし、決めた。まずセンターはドルル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 、じゃん、カオルくん。でも足もスラーっとしてるし、外野がいい感じだよ。つまり私は美しさで選ばれたというわけだね。で、ライトはドルル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 。はぐみ、そのドラムロール全部やると大変だと思うし、なくてもよくない？そう？じゃあ普通にやるね。ライトはココロン。運動すっごいできるし、走りも速いし。走るのは大好きよ。で、セカンドはミー君。いろんなところサポートもあるから、ミー君にぴったりだと思う。まあサポートなら得意な方かもね。じゃあ残ったキャッチャーっていうのが私？カモンさんが？うん、キャッチャーはね、ピッチャーとのコンビなんだ。だから同じリズム隊のカノちゃん先輩じゃなきゃって。そっか、じゃあ私が頑張らないとだね。本当に大丈夫なの？また取れなかった。そうみたい。ボールが飛んでくるとどうしようってなっちゃって、頭が真っ白。
るじゃん。結構それっぽいよ。ありがとう、美咲。思わぬところで新しい才能を見つけてしまったよ。だが、ただ一つだけ、今の私には足りていないものがあるんだ。儚さとか？美咲、君は私の心が読めるのか？読めはしないけど、なんとなくわかるって。たとえソフトボールであろうと、儚さを忘れるわけにはいかないからね。美咲の方はどうだい？苦戦中かな。やっぱりバットとテニスラケットじゃ感覚も全然違うみたい。そうかもしれないね。ならバットを片手で振るのはどうだい？それならきっと感覚も近いはずさ。いやいや、私そんな腕力お化けじゃないから。はあ、こんな感じで本当に試合なんてできるのかな。